世界は、ここ、王として、統制されねばならないのだ。なんか、割と中臭いことを言う。内需拡大さえできれば、別に北朝鮮だろうと無理して世界と喧嘩腰になる必要は、ないのだ。それ、ができない現実、経済のことを考えると、利益性がある方法論は、利用せねばならない。が。それ、は結論で、今までの様々な特権、その不正を、糾弾することにはなる。それを前にしたら、世界すべては逆に、ここ、の敵になるわけだ。正義だったら勝てるのだろう？なんとも。ともかくシニア世代は今、思いのほか、罰の悪い状況にはある。籠池氏がマスコミを賑わした頃、安倍首相の評価は下がっていた、からだ。現在、それは急激に回復した。シニア世代は考えなしにマスコミに煽られてしまう、ことが良くも悪くも自覚できるくらいに、よくわかってしまった。